We all can be connected with Doberman Infinity. 皆さんこんばんは。ドーベルマンインフィニティです。GS です。ピーチョーです。ライです。はい、今週も始まりました。僕たちドーベルマンインフィニティの We All Can Be Connected。この番組は音楽を通じて様々なアーティストとつながるのはもちろん、いただいたメッセージを通じてリスナーの皆さんとつながっていく、つながるをテーマにした番組です。はい、本日もですね、先週に引き続き Google Meet を使用してテレワークで収録しております。はい、よろしくお願いします。まあこういうね、コロナ禍になりましてですね、またこういう形で、自分たちもね、まあ、できる限り、思いとか音楽とかを発信していけたらなと思いますので、本日も最後まで聞いてください。お願いします。はい、はい、それではですね、ここで一曲お聴きください。ドーベルマンインフィニティで99。お送りしたのはドーベルマンインフィニティで99でした。 We all can be connected. ドーベルマンインフィニティ。さて、今夜の WACBC はこちらの企画をお届けします。 The iPod プレイリスト。はい、ということで、さあ、このコーナーですね、今日は久保ちゃんがいい日から触れてもらえへんかな。いや、あの、やっぱ近所迷惑なんで、あの、リモートなんでね。あ、なるほど。大人だったな。そうなんですよ。大人だったやん、今年。うん、まあ、あと一回苦情来たら、あの、出ないといけないんで。あ、なるほど、リーチから出てんや。このエコーで。うん、このエコーで。うん、なるほど。あの、苦情来ちゃうから。来たんね。はいはいはい。オッケー。まあ、あとは、まあね、なんとかしてもらって、そちらの方でね。はい。はい、ということで。このコーナーは番組が選んだ選曲テーマに合わせて、メンバーが R&B ヒップホップのアーティストの曲をシチュエーションとともにご紹介します。はい、今夜のテーマはこちらです。お願いします。今夜のテーマはおすすめのミュージックビデオです。はい、ということで、ラジオでミュージックビデオを紹介するという新しい破天荒な破天荒な企画ですけども、企画ですね。そうですね。まあでも、リスナーの人はどういうことやってなってるでしょう。はあ、はい、まあでも、ね、あのおうち時間が、増えてる今なのでですね、はいはいはい、あの皆さん、まあ、YouTube とかね、いろんなところで検索していただけるということで、うん、はいはい、まあまあこういう企画もいいんじゃないかなと思うんですけども、うん、どうですか、最近今年に入ってミュージックビデオ皆さんたくさん見てますか？もう俺結構ダダ流しで見てますね。ダダ流しタイプや。テレビで？テレビ、あの iPhone とテレビが連動するんで、うん、はいはいはい、その iPhone で検索して、うん、エンターを押したらもうテレビで流れるみたいなシステムがあるんですよ。似合うよね、うん、そういうシステム、すでにそういうの好きなんですよ。似合う、うんうん、だからなんていうんですか、すごい便利じゃないですか。そうよね、確かに確かに、はいはい、だから今リビングでかかってる感じや。リビングで、はい、なるほどなるほど。俺もね、iTunes がさ、ミュージックに変わったやん。はいはいはい。はい。最近。はい、で、それでサブスクでも、あ、そうですよね、まあ。ミュージックビデオが見れるようになったんで。プレイリストもできてますね。そう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 。だからなんか俺もね、YouTube じゃなくて、俺はそっちでダダ流ししてますね。あ、ダダ流しタイプなんですね、皆さんやっぱ。俺はダダ流しタイプですね。なんか、これっていうチェックが、なんかできて。はいはいはい。なるほど。だから逆におすすめされるのを見て勉強するって感じかな。流れでね。いいですね。うん、はい、ということで、どうですか、まあ、洋楽邦楽いろいろあるんですけども、まあ洋楽が多分メインだと思うんですけど、邦楽とかも見る？邦楽も見ますね。邦楽見ますよ。はいはい。なるほど。やっぱそういうミュージックビデオ、やっぱ洋楽と邦楽の違いとか、やっぱ邦楽ならではな部分とかって感じたりするかな？あ、僕は邦楽じゃなくて K-POP めっちゃ見るんで。あ、K-POP 見るんや。K-POP のミュージックビデオ、クオリティめちゃくちゃ高いですよね。なるほど。結構、はいはい、結構やっぱダンスミュージックが多い印象やねんけど、 K-POP ってそんなことないの？あ、まあでも確かにダンスとかラップですもんね。確かにラップっていうのがそのエンターテインメントのその一個の武器にはしっかり入ってるものなんですけど、うんうん、なんかなんていうんですか、やっぱ可愛いな。そこ楽しんでる、うん、そこ見てんねんな。いや、なんか全体的なクオリティが高いなっていう。なるほど。だからその、だから可愛いクオリティも高いということ。可愛いクオリティも高いし、はい、なるほどです。なるほど。すげえなっていう。まあなんか印象としては洋楽はやっぱりすごい規模やなっていう印象で、邦楽はすごいアーティスティックやなっていう印象で、はい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 。で、K-POP はすごいこう、ピカピカしてるなっていう印象でみたいな。なんか自分の中でなんかこうカラフルというかね、 K-POP はなんかダンスミュージックが多いからかな、なんかそういう印象があって、なんかそういう目で見てしまってるんですけど、まあ今日ね、3人が選んできたので、その一曲一曲を紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずはちょうちゃんから。
はい、僕からいきましょうか。僕のおすすめのミュージックビデオはトーンシティスでデボーションです。お聞きいただいているのはトーンシスでデボーションです。はい、まあこちらを選んだ、はい、まあ理由というか、はい、ですね、なんか今にすごいフィットしてる感じがして、コロナ禍の中でのミュージックビデオなんですが、すごいなんか状況が今とすごいリンクしてて、すごい僕の中に刺さったミュージックビデオなんですけども、なんかトーンシスがなんか自宅でね、レコーディングしたりしてるさなか、まあ恋人がいて、恋人はなんかこう医療現場で働いてたりするんですよ。まあ会えない、コロナ禍の中こう会えない時間をなんかそれぞれこうなんか応援し合いながら、できることで応援しな、し合いながら過ごしてるようなミュージックビデオで、切なさの中にすごいなんか勇気をもらえたミュージックビデオになってたんですね。まあなんか今選ぶならこれかなっていうところと、あとまあ最近なかなかメインストリームの R&B ってこうさらっとこうライトに歌う方が多いじゃないですか。まあタイダラとかカリードしかり、メインストリームの R&B イコールいわゆるちょっとラップっぽい、そうそう、昔の R&B の歌唱法というよりかは、うん、ライトに歌うのが流行ってるさ、うん、なんかこのトーンシスはね、歌唱法にすごい R&B、 ザ R&B という歌い方にひたすらこだわり続けてる若手というところでも注目してますね。なるほど。はい、このミュージックビデオ途中人のこう心電図のそうなんですよ、あれと音楽の波形、声の波形と、そう、あれすげえ感動しました。あと医療ジムで働いてる彼女がこう、うん、聴診器をつけるシーンと、あ、ヘッドホン、トーンシスがヘッドホンするシーンとかのリンクとか、なんかすごいコロナ禍のね、そう、コロナ禍のリンクがすごい感動したっていうところではあります。はい、なるほど、ぜひ見てほしいんですよ。うん、ちなみになんですけど、これね、カッコライブって調べていただいたらライブバージョンのミュージックビデオみたいなのもあるんですよ。そうなんです、うん、それがまたね、演奏がバリヤバくて、はい、ギターとかの生バージョンもすごいんで、それもおすすめさせてください。はあ、はい、すごいですね。この後もし リスナーの方はこのラジオ聞いたら、はい、ミュージックビデオ見てからさらにライブバージョン、ライブで調べていただけたら2度美味しいという。うわ、でも高いんでしょう。はい、まあ、今回私なんと、0円でやっております。うわー、すごい、その紹介0円でやってくれたんですか。はい、そういう回じゃない。あ、そうか、そうか、うん、そういう回ではない。そうはい、はい、ということで、はい、まあ、めちゃくちゃ、はい、多分見たくなったというか、もうありますね。ちょうちゃんの説明だけでもなんかイメージが思い浮かぶというか、はい、そんなトーンスティスのデボーションということで、はい、はい、ということで紹介いただきました。じゃあ続きまして、僕行きたいと思います。はい、僕が紹介する曲はこちらです。リルベイビーでエイバリー。お送りしているのはリルベイビーでエイバリーです。はい、実は当初は違うビデオをね、ちょっと選曲してたんですけど、はい、そうなんですか。ちょっと、そうそうそう。ちょっとスウェットちょっと被ったのよ。被ったと同じ、ね、同じ曲じゃないねんけど、ちょっとアーティスト被りがちょっとあって。そうなんですね。僕と J さんで見てる好みが一緒なのかなと思いました。いやいや、いや、なんかね、ちょっとね、なんかいろいろ突っ込みどころがあったからこれにしようかなと思ったんやけど、はいはい、でもまあちょっとせっかくやからもう一個あったんで、このもう一個の方をちょっと、はいはい、プレゼンさせていただきました。はい、まあリルベイビー話題のね、去年もたくさん僕らのこのラジオでも名前が出てきたんじゃないかなと思うんですけども、うん、内容的には特に考える意味があるとは正直思えなくて、うんうん、ただこの規模感のこんな映画みたいな、そう、映画みたいな、ね、うん、そう、なんか結構やっぱ我々もその映像とかね、まあミュージックビデオ撮る側じゃないですか。はいはいはい。やっぱこれなりの規模とか、こんなクオリティの作品とか、こんな現実非現実的な空間、うんうん、なかなか撮ることがないし、はいはい、ちょっとね、僕的には憧れがあってこれを選択したっていうのはあるんですよね。はいはいはい、すごいスケールですよね。確かにすごいスケール。なんか本当ミュージックビデオって3分4分の作品なんですけど、映画見てるようなクオリティというか、うんうん、ものですもんね。そう、だから、僕は、ワイルドスピード好きじゃないですか。はいはいはい、はい、うん。だから、もう、ある意味、もう、ワイルドスピード見てるような感覚で。確かに。確かに。だみんな多分、ワイルドスピードにだいぶ影響を受けてましたよね。ああ、そうだね。そういうことじゃないですかね、きっと。なんか、車からなんか、ロケットランチャーみたいな。そうそう、だから、ちょっとなんか、ちょっとなんか、現実、非現実的というか。そうっすよね。ちょっとそういう部分もあんねんけど、でもなんか、こう、久々にこういうバンバン系というか。はい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 。派手で、なんか、ザッ
って感じのミュージックビデオ久々に見たなっていう感じだったので、俺はそうですよね、はい、なのでこれを選ばせてもらったんですけども、でもなんかね、うん、あのジャスティン・ビーバーのエニワンやったっけ、あのボクサーのロッキーのやつ見た、あはい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 、そう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 、あれもちょっとなんかね感動してしまったね、なんかはい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 、そうでもなんか最近ね多いですねジャスティンは、そうそう、うん、なんか結構感動系多いよね、うん、ジャスティン、うん、なんかメッセージ性がね、うん、うんうん、いやだから結構ねもうプレゼンしたいミュージックビデオいっぱいあってんけど、ちょっとまあ並びを見た時にちょっと俺はちょっとこっち系いこうかなと思いまして、なるほど、いやいいですね、紹介させていただきました、うん、はい、はい、ということで続きましてスウェイ行きましょうか、はい、続いて紹介する曲はこちらでございます、カーディビーフューチャリングミーガン・ジー・スタリオンで WAP。 お聴きいただいているのはカーディビーフューチャリングミーガン・ジー・スタリオンで WAP です、はい、まあこれの選曲理由からまず聞いとこうかな、なんでこれを選んだのかっていうのは、まあ、これはなんか僕の中で言ったらもう US の K-POP っすね、あなるほどなるほど、嘘っすね、あいやすごいなと思って、なんかここまでこう自分のこうバディをですね、はいはい、武器にしながら、うん、あのミュージックビデオをもうなんていうんですか、女性の象徴的な感じ作り上げる、はい、はい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 、男性ラッパーにはできないことを、うん、魅力を存分にね、はい、うん、2人がビジュアル面で作り出して、うん、でラップにもすごい特徴もあって、うん、なんかこの人たちすげえなって見ながらいつも思ってました。なるほどね、はい、そうですね、なんか俺もね全くね同じでね、そのミーガンジスタリオンでバディっていうバディ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 ってやつあるやん、うん、あれがすごく俺最初音楽だけ聞いて、はいはい、なんか音がなんかこうなんつうのもうウーハーでもうズンズン言わしたり、はい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 、あのビート感、はい、なんか音かっこいいなっていうところからミュージックビデオ見たらパンチきついなこの人って一回しちゃったから、ね、うん、だから久々にやばいっすよね、そうなんか久々になんかすごいリルキムが出てきたみたいな衝撃的な、ね、なんかこうだから俺もスウェイの同じような感覚でもう、うん、バディを存分に惜しげもなく、うん、こう表現してるあのなんか、ね、なんか自称現代版のマリリン・モンローみたいな感じなんですよね、ああそうですね、そういうだから要はそういうバディとか色系でっていう感じじゃないですか、だからそれを存分に常に、ね、やってますよね、ね、なんか、うん、あとカーディビーとかももともとストリップ上じゃないですか、うん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 、なのでそういう部分ではもうやっぱそれが一種武器としてしっかり持ってますもんね、しかもこのミュージックビデオあの豪華なことにカイリーとかねノーマニーとか、はい、みんな出てますよね、みんな出てますカメオで、あのだからすげえ、すごい後半結構ね見どころパッパとチャッチャッと踊ってる人がすごいあの有名人っていう、ね、なんか女性レペゼンなんでしょうね、うん、きっとね、まあそうなんでしょうね、この曲自体が、うん、もうなんか2人並んでたらカーディビーが可愛く見えてしまうもんないやカーディビー可愛いですよ、カーディビー綺麗長さんね、はい、うん、なんかねあの綺麗ですよ、並んだら余計綺麗に見えたというか、うん、こんな綺麗な人やったぐらいの、うんうん、もうじゃミーガンジーにはちょっと申し訳ないんけど、うん、でもミーガンジーも可愛いですよね、ミーガンジーも綺麗な方なんじゃないですか向こうでは、うん、結構パンチ効いてるなっていう、まあだから僕、まあ、昔あの紹介した時僕喧嘩したら負けるやろうなってあまあそうですよねはい紹介の仕方はしましたけど、どちらとも喧嘩したら負けるでしょうね、はい負けるでしょうね、うはいっていう印象、すごいですはい、はい、ということでね、今まあ話題の方なので、うん、ミュージックビデオもたくさんアップされてるんじゃないかなと思います。はい。はい、ということで、まあ、ここで終わりたんですけど、なんか最後にまあ一曲スウェイにちょっとよくクリエイティブしてるから、MV の監督をするならどんな MV を撮りたいですか？ほうほうほう。あー、なるほど。なんか僕、最近結構古いものがすごい好きで、うん、映像とかも。うん、平成初期の日本のドラマみたいな、おあのミュージックビデオ撮りたいですね。ラブソングとかあれも。平成初期って言ったらどんなドラマあったっけ？だから愛してると言ってくれとか、あまあその一つ屋根の下とかもそうですけど、なんかねこうそういうところを落とし込むの確かにいいかもな。はい、は撮りたいなっていうふうに、まあやっぱなんかなんだろうな、やっぱ味があるんですよね。一癖二癖な。はい、同じ日本なのに。それはでもやっぱりあれなんかな、その年代感なんかな、もう今や平成の初期となった場合
やっぱ物とか建物とか実在するものとかもさ、やっぱりもう現代物になってきてるやん、うん、まあ電化製品一つにしても、まあ、全部違いますね。今もう髪型も大変、うん、家の中そうだし、そう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 、あ、そっかそっか、だからやっぱ性格も違うと思うしな、うん、あの年代を表現するっつったらすごいその細かいところ細部までのそのねこだわりがやっぱりすごくなるやろなってなんかイメージとしてね、うんうんうん、思ってしまうなと、ね、平成初期名作が多いですからね、うん、ああ、はい、まああえて、ね、いいなって思いましたね、はい、なるほど、あえてその年代をいくということで、うん、はい、はい、ということでですね、今夜はおすすめミュージックビデオをテーマに選曲をお送りいたしました。We all can be connected with Doberman Infinity。 夜10時30分からお送りしてきましたドーベルマンインフィニティ We all can be connected、 エンディングとなりました。ここでお知らせです。ドーベルマンインフィニティ10枚目のシングル6が現在発売中となっておりますので、ぜひチェックしてください。番組ではツイッターやフェイスブックもやっています。ツイッターハッシュタグはハッシュタグ WACBC をつけてつぶやいてください。フェイスブックでは番組のお知らせなどをアップしています。 DayFM We All Can Be Connected で検索してみてください。また番組特製ステッカーの当選者につきましてはステッカーの発送をもって返させていただきます。はい、ということで今回はですねリモートで、僕 GS とスウェイとチョウちゃんと3人でお届けいたしました、はい、それではですねまた来週もぜひ皆さん聞いてください。 We All Can Be Connected と最後までお聞きいただきありがとうございました。お送りしたのはドーベルマンインフィニティでした。さよなら。